準備はいいね。いくよ。言うこと聞かない子はこうだ。みんなよくやった。総員突撃。日が落ちてきたよ。周囲を警戒。夜明けは近いぞ。この勝利はみんなで掴んだ勝利である。そんな、全滅だなんて。言って、撃てて、切り込む、踏み込むよ。攻撃準備始め。甘く見たね。ドーン。あとは頼んだよ。救急箱、仕事させてよ。しばらくお待ちください。ちょっと時間押してるよ。はあ、生き返った。行くよ。ここからが私たちの物語の始まりだ。なおちゃんって服のせいか着せ替え人形っぽいところあるよね。あの可愛い服はおじさんには一生着こなせそうにないわ。旗持ち役か。あんまり向いてるとは思わないけど、私にしかできないならやらないとね。おじさんちょっと見えっ張りなところあるからね。でも見栄を張りたくなる人たちと一緒にいるって、それはそれでいいことだと思うんだよね。みんな楽しんでる？やってるうちに楽しくなってきちゃった。安心安全に楽しみましょうね。旅のお供にこちらをどうぞ。え、帰ったら私の誕生日パーティーが待ってる？しょうがない、もう一頑張りしますか。遠征出発。全員帰還しました。おっしゃ、かかってこい。お、なんだなんだ。んだよ、見かけ倒しか。いつでも来やがれ。隠れようと無駄だぜ。よし、見つけた。ま、ざっとこんなもんだぜ。こんなところで終わりたくねえ。ほっ、おれ、もう一丁。クールになれ、前原圭一。戦局を見極めねえとな。みんな下がってろ。狙いは多少ずれたが悪くねえな。くそ、ここまでかよ。やるじゃねえか。いて、このくらいはへでもねえぜ。結構食らっちまったな。無理のしすぎはよくねえよな。えい、俺も男だ。こうなりゃ開き直って、お前らの望むままの格好をしてやるぜ。ふん、どうした。俺だって決めるときにはしっかりと決めることができるんだぜ。待て、ごめんなさいごめんなさい、調子に乗りすぎました。まあ、たまにはこんな服を着るのも悪い気はしないけど、父さんと母さんには見つからないよう気をつけないと。ミオンって最初の頃は男勝りの気のいいやつって感じだったけど、仲良くなってからは結構女の子らしい繊細さがあるって気づくようになったんだ。体の中から力が湧いてくる感じだぜ。俺もかなり強くなったみてえだな。そんな心配するなって、俺がついてるからさ。いやー、来てくれて嬉しいぜ。今日も絶対損はさせねえからよ。このケーキとプレゼント、俺のために用意してくれたのか。感激だぜ。よし、気分を盛り上げていくぜ。楽しかったな。またよろしくな。力試しにはちょうどいいかもね。ふん、いい度胸してるわね。だから言ったでしょ。さて、覚悟はいい？身なりはきちんとしましょう。髪の乱れも整えないとね。忘れ物落とし物はなしっと。あら、これで終わりなの？絶対絶対くじけないんだから。はっ、よっと。でっ、さあ楽しませてよね。どうやらお仕置きされたいみたいね。私が持ってる全ての力、どう、少しは懲りたかしら。まだやれるはずなのに。ななっ、ちょっと、せっかく終わらせたのに。面倒な奴に捕まったわね。気になってしょうがないわ。万一の保険が役に立ったわ。任せて。みんなの期待にはそれなりに応えるつもりよ。服と着こなしに関しては結構こだわりがあるのよ。この衣装どうかしら。いい子にはご褒美を、悪い子にはお仕置きを。それが世の常ってやつよ。わがまま言うなら、お尻叩くわよ。帽子から鳩を出すマジックって定番だけど、あんな狭い中でよくおとなしくしてられるわね。手先の動きが速くなったみたい。ほら、見て。
何か簡単なマジックの技でもできるようになってくれたら嬉しいんだけどな。さてと、何が待ち受けてるのかしら。長い一日になると思うけど、ちゃんとついてきてね。え、何か手品でもしてみせろ。わかったわ。失敗しても笑わないでね。まずはどこに行ってみる？なかなか狙い通りだったわね。